平野紫耀と神宮寺勇太ジャニーズ退場後のトベ活動。テレビ出演は挑戦、海外展開には時間必要。ジャニーズ事務所からの脱退を経て、エンターテインメント会社、トベ、への合流が話題となった平野紫耀と神宮寺勇太ジャニーズアイドルの2人は新たなスタートを切ったものの、テレビ番組出演においては多くの壁が立ちはだかるようです。 本記事では、彼らのこれからの活動について、テレビ関係者の意見を探りながら、その展望を考察します。平野志耀と神宮寺ゆうた、戸辺で再出発昨年10月末、ジャニーズ事務所の副社長であり、ジャニーズアイランド社長でもあった滝沢秀明氏が電撃退社。その後、彼が設立したエンターテインメント会社、戸辺に、元キングプリンス、 以下、キンプリのメンバーである平野耀と神宮寺勇太が合流することが発表され、話題となりました。この発表は7月7日の YouTube 生配信にて行われ、そのスタートから約20分で同時視聴者数が100万人を超えるなど、多くの人々に注目されました。 インスタライブでも50万人を超える視聴者数を記録し、平野神宮寺のファンクラブ入会に際しては、サイトへのアクセスが殺到し、手続きが720分待ちという異例の事態となったほどです。この注目の高さは、飛べ、への期待と、平野氏用と神宮寺雄太の人気を示すものでしょう。 ジャニーズ事務所との方向性の違い、平野耀と神宮寺勇太の飛べ合流は金プリのメンバーとしての道を離れ、新たなスタートを切るものでした。長瀬角と高橋山は金プリの看板を維持し、それに対し平野、神宮寺、岸勇太はジャニーズ事務所を退所し、新たな舞台へと踏み出しました。このジャニーズアイドルたちの 方向性の違いは、特にテレビ関係者によると、テレビ番組出演に影響を与える要因となるようです。ジャニーズ事務所のアーティストたちは、ジャニーズ専属の歌番組やバラエティ番組に出演する機会が多い一方、脱退したメンバーに対しては、そのチャンスが限られるとされています。新しい地図の例この状況は、かつてスマップへのメンバーであったい長き五郎、草号。 カトリ慎吾によるグループ、新しい地図の例を思い出させます。2017年11月に、新しい地図は、72時間本音テレビ、アビーマ TV で退場後初の共演を果たし、現在も一緒に活動を続けています。しかし、その道のりは、順風満つる回とは言い方かったとされます。 特に、スポンサーを持つ企業は彼らを CM に起用することに対して抵抗はありませんでしたが、ジャニーズ事務所の番組に多くのタレントを提供するテレビ局は、新しい地図の3人を使うことが難しいと感じていたといいます。 実際、2019年にはジャニーズ事務所がテレビ局に圧力をかけ、3人のテレビ出演を阻止した場合、独占禁止法に触れる恐れがあるとして、公正取引委員会が注意を促す事態となったことも話題になりました。その後、新しい地図はテレビ番組への出演機会が増えていったものの、スマップ時代と比べると、やはり露出は少ない、と指摘されています。 例えば、今年4月に香取慎吾が、松本という中井、富士テレビ系に出演し、中井正宏との退場後初共演を果たしましたが、それは中井の番組であったため、テレビ露出は依然として限られているとの見方が広まっています。平野氏用と神宮寺ゆ太のテレビ番組出演の難しさこうした背景を踏まえて、平野氏用と神宮寺ゆ太の今後について、 テレビ業界関係者はどのように見ているのでしょうか。彼らが、トベに所属したことで、海外進出も視野に入れると言われていますが、実際には海外での成功にはまだまだ時間がかかるかもしれません。それには、トベが海外のエージェントなどと強いパイプを持っている必要がありますが、そのような環境が整っているかは不透明な状況です。結局、 彼らが国内で活動を続けることになる場合、テレビ出演機会が限られることになる可能性が高いとの予測があります。そのため、彼らのセールスプロモーションは主にインターネットを通じて行われることになるかもしれません。平野志洋と神宮寺ゆうたは、戸べによる再スタートを果たしましたが、ジャニーズ事務所を離れた後も、テレビ業界における道は険しいものとなりそうです。 彼らの海外展開に対する期待は高いものの、その実現にはまだ時間がかかると見られます。国内での活動においても、テレビ番組出演の機会は限られるものとなるかもしれません。戸部は今後、どのような戦略を展開し、これらの課題を乗り越えていくのか、今後の動向に注目が集まります。